ピッチは降り続いた雨でぬかるんでいます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。さあ、いよいよキックオフです。中へ上げた。ドリブルで上がる。合わせた。ワンタッチ。体を入れてきます。ここから打つのか。カット。シュート。キーパー正面。チャンスボールになるか。ハイボールを競り合う。さあ、どちらがボールを支配するのか。いいパスが出た。折り返す。走り込んできた。スローイン。フリーにさせてはいけない。
間プレスをかけます。取り損ねた。ファーサイドに上げた。ハイボールを競り合う。ヘッドでつないで最後のところで崩せない。オフサイドトラップにかかった。シュート。これは危ない。シュート。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。スペースができている。よく前を見ている。シュート。ここで大きなセンタリング。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで、さあ後半戦が始まります。タッチラインへ逃れた。最終ラインの押し上げが早い。ヘッド。これはファウルです。右へサイドチェンジ。華麗なドリブル。シュート。走り込んできた。キーパーに弾かれた。合わせた。キーパー飛び出してきた。スローイン。ニアポスト。ヘッドで。主審ファウルを取りました。これは PK でしょう。ゴール。マーベラス。
シューバー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。試合の均衡を破る1点が入りました。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ボールを外へ出す選手交代がありました。中へ上げる、ミドルシュート。狙いすぎたようです。これはゴールキック。ヘッドでパスを送る。ワンツー。さあここからどう攻める。ここから打つのか。スペースを見つけた。すでに試合時間は85分が経過しています。スローインです。華麗なドリブル。オフサイドはない。誰に合わせるのか。シュート。1点を死守しました。それではまず中